皆さんこんにちは。3月11日土曜日、震災復興元気市が開催されました。東北各地の物産販売などを通して被災地を応援する震災復興元気市は、遠く離れた飯能にも被害が及んだ大震災を記憶にとどめ、復興のための支援をとの趣旨で震災翌年の平成24年から実施されました。当日は宮古、釜石、気仙沼、南三陸、いわき、郡山など多くの地域からの物産やグルメが販売され、メイン会場の中央公園を中心に多くの方にお越しいただきました。また震災の発生した午後2時46分に合わせ、犠牲者の冥福を祈って黙祷が行われました。観光エコツーリズム推進課からのお知らせです。旬を迎える飯能産の野菜、のらぼうを食べませんか？のらぼうはアブラナ科の野菜で、見た目は菜の花に似ています。のらぼうの花茎は柔らかく甘みがあり、苦味や癖もないので、いろいろなレシピに活かせます。油との相性も抜群で、炒め物やマヨネーズを使った料理にしても美味しく食べられます。食物繊維やビタミン C、 鉄分、葉酸を豊富に含み、とても栄養価が高い野菜です。特に動脈硬化を予防すると言われる葉酸は、ほうれん草や小松菜と比べて2倍以上の栄養価で、のらぼう 100g で成人1日の葉酸推奨量24マイクログラムを満たすことができます。多くの方にのらぼうを知っていただくため、のらぼうの販売会を実施します。日時は3月29日水曜日、11時から13時で、会場は飯能市役所正面玄関付近です。お問い合わせは観光エコツーリズム推進課、電話973-2111へお願いします。年度末、年度初めに市役所の休日会長を行います。日にちは3月26日4月2日の日曜日で、時間は8時30分から17時15分です。開設窓口は市民課、市民税課、収税課、保険年金課、子育て支援課、障害者福祉課、介護福祉課、学校教育課です。業務内容は転入室による住民移動の受付、転入学の手続き、各種証明書の交付、市税の納付、児童手当、国民健康保険、介護保険、障害にかかる手続きなどです。詳しい業務内容については市ホームページまたは担当課へ直接お問い合わせください。お問い合わせは飯能市役所、電話973-2111へお願いします。3月25日土曜日から4月9日日曜日まで、飯能桜祭りが開催されます。飯能桜祭りは中央公園を中心に開催され、毎年多くの方でにぎわいます。期間中、中央公園、飯能河原では桜がライトアップされ、綺麗な夜桜をお楽しみいただけます。その他、さまざまな屋台や飯能ならではのグルメが楽しめるお店も出店予定です。お問い合わせは観光エコツーリズム推進課、電話973-2111へお願いします。
また4月から5月上旬まで観光反応フォトコンテスト2017を開催しています。今年のテーマは私だけのとっておき反応この1枚です。一般写真部門のほかに今年からモバイル写真部門が新設されました。応募締め切りは5月11日木曜日17時までで、応募写真の内容は次の点にご注意ください。森林文化都市飯能全域を対象とした観光宣伝に使用できるもの、飯能市内で撮影し未発表のもの、合成写真組写真は不可、カラー写真の4点です。お問い合わせは奥武蔵飯能観光協会、電話980-5051へお願いします。第15回飯能新緑 2day マーチの参加者を受け付けています。第15回飯能新緑 2day マーチは、飯能市民の健康体力づくりと緑と清流に恵まれた美しい町飯能をたくさんの人たちに知ってもらうため、平成15年5月にスタートした日本最大級のウォーキング大会です。開催日は5月27日土曜日、28日日曜日です。お申し込み方法は所定の参加申し込み書に必要事項を記入の上、参加費を添えてスポーツ課、富士見地区行政センターを除く各地区行政センター、市民活動センターなどでお申し込みください。費用は、事前申し込みは大人1500円、小中高校生800円で、当日申し込みは大人1000円、小中高校生500円です。小学生以下は保護者または引率者の同伴が必要です。事前にお申し込みいただいた方には参加賞としてゼッケン、コース地図、参加記念品、大会バッジを配布します。当日申し込みの方はゼッケンとコース地図のみ配布します。なお、市内在住在学の高校生以下は無料でご参加いただけますが、参加記念品はありませんのでご了承ください。持ち物はお弁当、水筒、カップ、雨具、帽子、タオル、健康保険証などです。各コースに湯茶接待所が設けてありますので、マイカップ運動にご協力ください。詳しくは広報飯能3月1日号または募集チラシをご覧ください。お問い合わせは飯能新緑 2day マーチ実行委員会事務局、電話972-6082または972-6028へお願いします。放送内容についての市役所へのお問い合わせは、平日の午前8時30分から午後5時15分の間にお願いします。それでは今日も元気にお過ごしください。以上、飯能市役所インフォメーションでした。